電気代表取締役社長土佐信道です。趣味は碁です。以後よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、まあ、いろんな、発明をしているんですが、最近ちょっと気になっている、発明があります。スライドはどうやって送るんでしょうね。こんな感じ、こうですか。あれ、すみませんね。進まないということは、来た、はい、しかもはみ出てますね。ボイスメカになってますが、声の機械をですね、いろいろ、今開発しております。そのお話をしたいと思うんですが、まあ、声の機械というと皆さんちょっとわからないと思いますので、簡単にご説明しますと、ここに、あるのがですね、その一つなんですが、歌を歌う機械ですね。声紋図と言います。ここに人工声帯がありまして、ゴムでできた声帯なんですが、そこに空気を送って音を出します。こんな感じでね。でここに首を締める装置があるんですね。でこれで首をこう締めていくと、こういう感じでね、音程が変わるんです。これをコンピューター制御することで人間のように歌を歌わせるという機械なんです。ちょっと映像がありますね。こんな感じで歌うというのを見ていただきたいと思います。声紋図という、機械です。ですね。これ、こちらが声紋図ですね。はい、ありがとうございます。3体作りました。名前がありまして、アン・ベティ・クララと ABC ですね。で、これ面白いのはやはり人間の声を電子的に作るのではなくて、機械的に作ったというところなんです。電子的に作る機械というと、今、初音ミクとかですね、人工音声というのはたくさんあるんですが、それをメカニックにやってみました。でこれがどんどん発展していって、最新作が、このですね、オタマトーンという、歌う、おもちゃなんですが、ちょっとやってみますね。いろんな色が、クリスマスシーズンに合わせて出したんですが、ね、どんと、ピン黄色にしましょうかね。はい、音は一緒ですからね。おたまじゃくしの形をしてるんですね。音符の形をしてまして、スイッチを入れると音が出ます。で、口を開けると、歌うと、それでは一曲いきたいと思いますが、そうですね、何しようか、グリーンスリーブス。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、アンコールありがとうございます。救急車はい、これも仕組みはすごく単純なんですが、ここは電子楽器ですね。ここで音が出て、実はこれは口、皆さんの口と同じで、これでワウワウワウと音を変えてるだけというものなんです。このセーモンズからこのオタマトーンまで、約6年間かかってるんですがその間にどういうことがあったかというお話をですね、今日はかいつまんで皆さんにご紹介したいと思います。それではスライドお願いします。まず声の面白いところは一つは、機能性、メカニックギリギリですが、機能性ですね。楽器として見たらこれほど面白い機械はないんです。まず音痴ですからね、その機械として面白さ。そしてもう一つ、呪術性ですね。歌を歌うという、その歌というのはすごく不思議なものでして、皆さんの心がね、なぜか感情が動いてしまうという、人の心を縛るというものにが、声にはあります。この2つの興味から、現在、この、声の機械の開発を行っています。これがオタマトーンですね。トン、トン、あ、こういうね、気持ち悪いのも作りました。ドン、カラーも作りました。ドン、これちっちゃいのも作ったんですね、この間。あ、こんなにちっちゃいんですね。はい、ぜひぜひ、クリスマス商戦に向けてね、これね、これね、ポンと。はい、次どうぞ。あ、でっかいのも作りました。これ売ってないですよ。これは今2本しか世界にないんです。開発費を含めると時価今300万ぐらいしますね、これね。これオタマトーンジャンボと呼んでるんですが、あまりにも大きいので顔を手で潰せないんですね。なのでこの専用のペンチでこう、ね、それでは1曲。はい、ありがとうございます。こういうものも作っております。さて、それではそのどういう、経路を経てこのロボットがこれになったかという話をしたいと思います。ドン、あiPhone アプリも作りましたこれですね。傾けると音程が変わるという、はい、声も作りましたね。はい、それではドン、声の機械のお話をしたいと思います。自分の声の機械の歴史をちょっと自分的に分析してみたんですが、辿っていくと1994年学生の時の一つの悪夢にたどり着きました。ドン、これですね。これ何かというと、漁師さん、声を取られた漁師さんの悪夢というのを見たんですね。ここに魚がポコンって引きついて、その魚がベケって剥がれるときに声がなくなるという悪夢を見たんですが、で起きてすぐ描いたスケッチなんです、これ。で、これを見て、うわっと思って、歌う魚の機械を作りたいと思いました。これがそれですね。こういう歌う魚。この時はスケッチだけだったんですが、ドン、これを本当に作ったのがこれね。遠隔操作で自分の声をこうわーっと喋ってくれる、まあマイクみたいなもんなんですが、名前を魚類16世っていうね
これは大学3年生の時作ったんですが、と、はい、でそれから明和電機という活動を、始めまして、その中で作ったのがこちらですと。これはですね、何かと言いますと13週目の胎児の腹話術人形です。サバオというんですが、これを使って僕いろんなステージパフォーマンスをやったんですね。この自分とこんにちはサバオですイエーイ子宮から来ましたとか言ってこう対話をして遊んでたんですが、これが本当に面白くてですね、どん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 エスカレートしていきまして、最後はですねこれを自分でかぶって歌うようになったんですね。一言で言うと憑依です。自分にこのサバを憑依させて、まあ、歌って踊るという、CD2 枚も出しましたからね。でこの時面白かったのが、そのバラの花をってこうやって歌ってたんですが、地声でですね、あ、裏声でですね、このファルセットっていうのがすごく面白かったんですね。でしかもマスクをつけてますので、自分の中に自分じゃないものを客観的にこう、まあ、憑依ですね憑依させるという、その客観性、自分の声の客観性というのに興味が持ちました。でその部分だけをひっぺがしたら歌うロボットができるんじゃないかという発想で作ってみようと思ったんです。とこんな感じでね、ちょっと怖いですが、とでそのアイデアがどん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 膨らんでいって、最初はまあ少年型だったんですが、それが女性型になり、このセーモンズというのになりました。これ最初のスケッチですね。ボイスのスが S になって、思いっきりスペル間違ってますけどね、ドンで、こういう風に出来上がりました。はい、ね、で、この時すごく面白かったのがですね、まあ、この人工声帯ですね、このゴムでできた声帯、それがすごく面白かったんですが、友人の、声を研究している友人がいるんですが、彼が犬は声帯が2つあるんだよっていうんですね。二重声帯、1個はまあ疑似的な声帯なんですが、この2つの二重声帯に空気を送ると、というダミ声になりますと。で、と言ったまま口をつむると、で開けると、わーって繰り返すと、ワウっていう風に犬の声になるんですよと言われて、なるほどと思って作ったのが、ドン、このですね、ディンゴというワンワンって吠える機械なんです。ワンワンって吠えるんですが、でこの機械を作った時に、待てよと、仕組みそのものは簡単だぞと、わーっていう、っていうダミ声をワウってやればいいだけなので、ならばドン、100円ショップで買ってきたもので作れるんじゃないかと思って作ったのが、このチワワ笛という笛なんですねこれね、簡単なんですよ。これ ゴムボールね、入れ物はこれ、体はポテトチップスの缶ですしね。でゴム風船、長いゴム風船ありますね、あれがストローに刺さってるだけなんですね。でこれをまあ中に入れまして、ちょっと音出してみますが、これね、チワワブレと、はい、これは面白いぞということでですね、これをなんかおもちゃにできないかなというアイデアが次に浮かんだんです。で明和電機は、キューブさんという、おもちゃ会社さんとずっと、タッグを組んでいろんなおもちゃを出してるんですが、これをおもちゃにできないかという会議になったんですね。で要はここですね、このワウワウというね、音色を変える、でこれがこのおたまトーンにつながったんです。こうね、原理は全く一緒ですね。まず音を出す部分ですね、これがこいつです、一緒で、この顔を潰す部分がこう一緒ですね、という感じで、これが出来上がりました。これがおたまトーンになったわけです。はい、とお願いします。で、実はもう一つこのチワワ笛からできたアイデアがあります。それがこのワッハゴーゴーという機械です。皆さんついてきてますか大丈夫ですか。はい、
この機械は何かというと、人間のように笑う機械なんです。電気は使わずに笑います。ドン。それが、第5期バッハ5号というのが2年前に始まったんですが、はい。ちょっとこれどんな風に笑うか映像がありますので、ちょっと見ていただきたいと思います。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとストップストップ。映像と音がずれてますね。これはね、もう一度、やっていただいていいですか。あの声が遅れて聞こえるよみたいなね、一国道みたいになってましたが、すいません、もう一度お願いします。自分でやりますね。ワッハ5号はこういうふうに笑うんですね、はい、で中の仕組みですが、弾み車を手で回す。じゃちょっとボリュームを下げていただいて、映像だけにしていただいて、これがね弾み車です。これをこのように回転させます。すると、この回転エネルギーを使ってまずですね、不意語、人間でいうところの肺を持ち上げるんですね。で空気を溜めます。これが溜まっているところですね、はい、目いっぱい溜めます。そしてもう一つ制御ですね、今度は頭の後ろに、その動力を持っていっていろんな制御をすることで、笑うという機械になってます。はい、ありがとうございました。はい、ドン。で、最初僕は必ずスケッチを書くんですが、これが一番目のスケッチですね。この笑う顔という気持ち悪い顔がまずバーンと浮かんできまして、まあ、呪術性の部分ですね。で、これを形にしたいという形でやっていきました。じゃあちょっとパパパッと送りますね。はい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 、灯台ぐらいのサイズですね、これ。はいはい、ミサイル。はいはい、ドンドン、バンバン行きましょう。バンバン。これね、深澤直人の加湿器みたいなイメージもあったんですが、はい、ドンドンね、はい、ドン。この辺から機械の部分も考え始めます。ドン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 。これはもし笑うことしかできない生き物がいたらどんな骨格だろうかっていうことで考えたものですね、はい。見ていただいたら分かると思うんですが、エンジニアの方のものの作り方とちょっと違うんですね。仕組みから考えるのではなくて、イメージから入ってそれの中に仕組みを込めていきます。はい、じゃあどうやって作っていくかですね。と、最初やっぱりこのようにスケッチを書いて、等身大のスケッチを書くんです。ドローイングを書きまして、それをもとに、彫刻的にまず彫り込んでいくんですね、はい。で、機構の実験も並行して行いつつ、CAD を使って、図面を作り、それを手で全部削り出していきます。あの全部すべてアトリエでメア電機のスタッフとともに、作っていきます。なのでフルスクラッチというやつですね、発注部品はありません。でこういう仕組みも、考えながら組み上げていきます。まあとても、時間がかかる作業になりますね。とで完成という感じで作っていきます、はい。で現在このワッハ5号なんですが、 CM にも使われておりますね。聞いた方いらっしゃいますかね。っていう専門学校の CM でも使われております。とても気持ち悪いです。そして、現在は実は、その第6期に入ってます。このセーモンズを、顔がないんですね。この方顔がないというのは口がないので、今はあーしか歌えませんが、顔をつけることで喋、らせて歌詞を歌わせようという、試みを、始めております、それが明和電機ボイス計画宣言といいます。明和電機は歌うロボットを開発し、歌手として世界デビューさせることを宣言します。目指せグラミー賞ですね。あ、紅白もいいですけどね、2012年を目指して開発を進めています、それが明和電機のボイス計画で、こういう感じでね、顔のついたロボットを、現在開発中でございます、ご清聴どうもありがとうございました。